日本北海道札幌市テ稲区、稲穂稲穂は、北海道札幌市手稲区にある地区である。北海道旅客鉄道函館本線以南の地域で、北西から南東に、国道5号と薩孫自動車道が走る。市街化地域は稲穂1条から5条まで分けられており、南西の山岳部は、手稲稲穂と呼ばれる。1872年頃、青森県の南部地方から入植者たちが訪れた。 近隣の前田は、冷淡湿地、また山口は、砂丘と、濃厚不適地が多い中で、丁寧山北部の丘陵から続く平坦な原野が、広がる、この地域は、比較的開墾が可能であった。そのため入植者たちは、一票十五銭の炭焼きで、生活費を稼ぎつつ、泥田の開墾に力を注いだ。1942年のアザメ改正に際し、 農耕に従事した先人の老苦ををのんで稲穂と命名された。つまりは日本語由来の名称であり、北海道各地に参見されるアイヌ語の稲湯に由来する稲穂地区とは起源が異なる。地域の発展は近隣と比較すると遅れがちで、長らく農地が広がっていたが、1970年代後半から急激に宅地化が進行し、 一時は日本一の地下上昇率を記録したこともあった。稲穂駅金山パーキングエリア JR 北海道バスがバス路線を開設しており、稲穂山城に手稲営業所を設置している。ありがとうございます。